ではここからは、梅ペディアのコーナーです。はい、某インターネット百科事典には載っていないゲストの、過去やプライベートをこう詳しく掘り下げていこうというコーナーでございます。はい、では早速子供時代からいきましょう。子供時代、はい、まずどんな子供でしたか？どんな、そうですね、人見知りとかは全くせずに楽しい楽しいことが大好きな女の子で、活発でしたね。活発な子だったんですね。ちっちゃい時から結構目立ちたがり屋で、運動会ではリレーの選手やりたいって言ったりとか、演劇界では主役やりたいって言ったりとか、今もあんまり変わらない部分が多いと思います。じゃあ子供時代から変わらずにこう成長してきた感じですね。で、大きくなったらその子供の頃は何になりたかったですか？某テーマパークのキャストさん、なんかそういう人の前にやっぱ立つお仕事がしたかったですね。あとは小学5年生ぐらいからモデルのお仕事をやりたいなっていうのを思い始めてオーディションを受けました。はい、でその5年生の、夢がそのままこう今叶っている。そうですね、はい、5年生小学校の時は本当にモデルさんだけだったので、女優さんとかっていうわけではなかったんですけど、はい、やっぱどんどんこう道を歩いていくにつれて、はい、いろんな夢が今も膨らんでって、はい、っていう感じです。はい、モデルさんとして活動されて、その活動以外にもお花ある最中で、はい、アイドルデビューもされてますよね。そうなんですよ。メンバーの、お二人と連絡取られることとかありますか？本当にちょうど今現在今タイムリーで撮ってて、ずっと連絡しててですね、オハスタアワガールを卒業したんですけども、はい、でもやっぱり3人すごく仲がいいので何回もこう会ってチュチュチュ会をやってます。チュチュチュ会、はい、めっちゃ見たいなんかそれぞれそれぞれの道に向かってこう3人頑張ってるので、はい、なんかこう刺激し合いながら、応援し合いながら、みんなで、自分の夢に向かって頑張ろうねって言って、近況報告をし合ったりとか。そうですね、とかそのメンバーの作品を見たりだとか、もう一人の例えば勉強を頑張ってる姿を応援したりとか、なんかそういうなんて言うんですか、愛を感じてます、はい、いいですね。今でも仲良しですね。アイドルとして歌も歌われてましたけれども、歌はまたやりたいですか？そうですね、はい、機会があればもちろんそうですけれども、アイドルをやるっていう意識というか、やると思ってなかったので。あ、そうなんですか？そうなんですよ、はい、なのでオハガールでそうやって CD デビューだったり、アルバムをさせてもらったりとか、対バンとかライブをさせてもらったって、こうなんて言うんだろう、私のそれこそなりたい図の中になかったものだったんですけど、だけどそういう貴重な経験ができたし、本当に大切な思い出になった、あの2年間がすごい幸せだったなって今になっても思うので、また機会があればなんかチュチュチュ復活とかなんかやりたいなって思いますね。またちょっとこう大人になってから復活とかもちょっとね、上がりますね。そうですね、なんか大人になってから、ね、なんかみんなでもう一回歌ったりとかしてみたいです ね、 ね、その時どんな格好で歌うんですかね。いや、頑張ってきたいですよね、衣装を。当時の衣装をちょっとギリギリかもしれないですけど、はい、そこは破れてでも着たいなと思って。破れても最近ではワイドなショーなどバラエティの出演なども増えてらっしゃいますね。注目度もかなり上がってると思うんですけれども、街で声をかけられることとかありませんか？そうですね、セブンティーンの読者の子たちに声をかけてもらうことが今までは多かったんですけれども、やっぱそうやってワイドナショーだったり出させていただくようになってからは、男性の方だったり大人の方に声をかけていただく機会がすごく多くなって、この間も新幹線に乗ってたんですけど、駅弁を新幹線の中で食べてたんですね。そしたらこう通りすがりに、いつもワイドナショー見てますってこう言ってくださって、
結構駅弁がっついてたのでちょっと焦っちゃったんですけど、はい、そういうのも嬉しいなと思いますね。でもそうですよね、そうに目がある人でもちょっと駅弁がっつうのもちょっと食べられわれこれからはね、ちょっといやでも私はあのもう素の自分を皆さんに見ていただきたいので、はあ、あの街ではしゃいでてももうそれでいいと思いますし、はい、すごい。でもあじゃあ本当にこうね、子供の頃からそのまんまっていうのは本当に今もそうなんです。そうそう、でもこれからもそんな感じみたいな、ね、そうですね。なんかおばあちゃんとかにもすごく周りの人に感謝しなさい、いつも楽しくやりなさい、笑顔でいなさいっていうのを本当にちっちゃい頃から言われてたので、なんかそれは毎日意識してお仕事だったり学校に行く時とか思いますね。いいおばあちゃんですね。立花真由役をやらせていただきました岡本夏実です。仮面ライダー1号、絶賛公開中です。本当に素敵なメッセージが込められた作品になっておりますので、ぜひ皆さん劇場へ足を運んで楽しんでいただけたらなと思います。せーの、水曜のニョッキー。